どうも、こんにちは。新米クッキングのひかです。今日はですね、ハンコンのセットを買いまして、1年がもうすぐ経とうとしてますので、そちらのレビューをしていきたいと思います。まずこちら T300RS ですね。それとシフト、頑丈です、いまだに。そしてペダル、これはですね、買ってハンコンより買ってよかったっていうものですね。もし今ハンコンを何買おうかって迷っている人がいましたら、間違いなくスラストマスターをおすすめしたいと思います。中にはファナテックとかロジクールとかありますけど、アセットコルサやグランツーリスモとかやろうと思っている人がいましたら、まずスラストマスターから入るのが一番いいかと思います。なぜかというと、動画で YouTube の動画で見たときみんな使ってるからです。ただそれだけですね。はい。あとこのペダル、このペダルがですね、ハンコンの次にいいもんですよね。何がいいかと言いますと、本物のクラウンでいう強化クラッチになっているような感じがして、こっちアクセルですね。ブレーキ、クラッチですね。クラッチ硬いですね。とっても。固定してます。自作のハンコン台にこういう風にして固定してますね。動かないように。どうですか、いい感じだと思いませんか。そしてシフト、7速と7速まで入るシフトですね。はい。もし本当にアセットコルサ PC 版とプレステ5でグランツーリスモ、ツーリスモをやろうと思っている人たちは、間違いなくこちらがいいと思います。はい。ちょっと余談なんですけど、このモニター、とってもいいです。何がいいかと言いますと、PC 版のアセットコルサーをやろうとしたときに、接続しますよね。で、プレス5の時も接続して、いちいち、なんて言うんですか、HDMI だったかな？それの、抜き差しの変更がしなくていいように HDMI が2つついてるんですよね。だからその分玉が省けるっていう形になってますね。はい。ちょっと余談でしたね。こんな感じでアセットコルサーをやっています。では早速やっていきたいと思います。何がいいですかね。アセットコルサーの PC 版でやっていきますか。はい。こっち自作の PC ですね。はい。RTX3080TIO が見えますね。はい。では、やっていきたいと思います。さあ、やっていきたいと思います。
わ。コルト画面も割れます、はい、では、はい、PC 版のアセットコルサが終わりました。今度は PS5 で PS4 のグランツーリスモをやっていきたいと思います。まずモニターはもう接続めんどくさい作業は終わってますので、あとはめんどくさい作業っていうかちょっと見たら分かるんですけど、ここ2本刺さってますよね、2本。これで PS5 と PC 版がこっちいてますよね。いて。だからモニター買うんでしたら、HDMI が2つ付いてるやつ買った方がいいですね。そしたら、いちいち変換、変えたりするのがなくなりますので、そちらの方がいいかなと思います。はい。あとは、こちら。こちら何かと言いますと、ちょっと取って説明しましょうね。これは、ハンコン、ペダル、あ、違う、ハンコン、シフト、ペダルの USB ですね。まとめたやつです。これを、パソコンから取りまして、プレス5に差し込むだけです。これで接続は終わりです。はい。難しい作業はないです。今、PS5 が作動してますね。こちらも作動してます。やっていきたいと思います。これランチにいつもやってたので入ってます。はい、はい、こちらもこちらグランツーリスポンですね。ではこちらでもコントローラーでもできますけど、こちらでもできますので、まずこれで OK。オプション。コントローラー。あ、見えてないか。ですね。コントローラー。押して、T300RS セッティングしたらもう終わりです。ここで OK を出したら、
今ハンドルで操作してますね。朝とこれさばっかりやってるからボランティアですもん、あんまりうまいくはないですね。すぐスピンしてしまいますし、曲がらんよ曲がらんよ、よしよしよし、よし抜けるかな、よしよし抜けるか、やっちゃった。これで一周ですかね。すればいいかな。うん、一周終わりますね。じゃあこの辺で。PS5 のグランチューニスも終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。ここで動画を終わりたいと思いますけど、本当にこのハンコン買ってよかったです。シフトもペダルも特にですね、何よりも重さがあって、ハンコンハンコンっていうばかり気にしていると、他なんて言うんですかね、ハンコンだけじゃなく他のも見ながら買った方がいいと思います。はい、この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。